はいどうも、ナックレシアです。今日はどこに来ているんでしょうか。あ、続々とね、ほらバスが入ってきてますよ。バスが、はいと、はいはいはいともうね、ネタがねないっすよね、もうね、この導入のね、はい、ということでね、今日は、はい来たー、はいはいはい、タイガース。はい。はい、甲子園。はい、甲子園の駅、甲子園の駅ですよ。はい。目の前はね、甲子園球場ですよ。っていうことはですよ。はい、浜甲子園です。今日も、やってまいりました。ホーム。はい。今日もね、ホームで仕事です。はい。昨日はね、家からね、すごく近くて、まあ、驚きでしたね。本当にこう初めてかなって思うんですよね。本当に自分のこう地元といいますか、よく、ね、知っている場所ですよね。そこでね仕事することっていうのはね、多分初めてですね、だったので、なんかそれはそれでね、いいなって思ったんですけど、どっちがいいんでしょうかね。私やっぱね、こう知らない街ですよね、行くのが好きなのかなとかって思ったりね、するわけですけども、まあでもその現場に行くまでっていうのがこう、まあ、いつもだとね、車、まあ、私は移動はメイン車なので、そうじゃないその公共交通機関っていうやつですか。これ3回言えますか。公共交通機関ね、それを使ってね、こう現場までに行くってなると、これまたねなかなか楽しいですよ。あ、そんなとこにねバスが通ってたのかとかね、あ、こんな駅あったんだなとかね、まあ、駅降りてからでもですね、あ、こんな街並みなんだとか、いろいろね発見できて本当に楽しいですよ。それぞれにね特色があって、あ、なるほどというわけですよね。まあ初めの方にもね、言いましたけども、ここね甲子園ではですね、ローソンもねタイガースになってると、吉野家の牛丼ですよ。吉野家の牛丼さんでも、タイガースカラーになってるというような感じで、まあそういった感じでね、各地それぞれですね、何かこう特色がある、そういったものが見えるっていうのがね、とても楽しくてね素敵じゃないですか。だからね、やっぱね、知らない街をっていいんですよね。行ってみるのってすごい楽しいですよ。はい、自分の中のこの常識っていうのがね、常識じゃなくなっていくっていう、その感覚がね、私ね大好きなんですよね。いやー、またね時間の無駄遣いいいんですか。いや、まあそんなことないですよね。はい、もうね、本題に入っていく前にですよ、もう4分もね経っちゃってるというね。いや、今日ね何の話しようかなと思って、あ、そうだと、いいのね思いついてたんですよ今日。ね、今日は夢の話です。夢、はい、いやー、このね私の面白くない動画ですよ。はい。登録者もねまだまだね、増えて、そんなに爆発的にね増えていってるわけじゃない私のこの動画ですけども、まあその動画の中でもね1回ぐらいかな、夢の話ってねしてるんですけど、またね今日もねそのね夢の話なんですけど、あ、でもね内容がねちょっと違うんですよ。内容がね、まあ、夢ってあれですよ、寝てる時に見る夢とかね、私の夢はとかってね言う、そういった夢じゃないんですよ。はい、今日の話が違うんですよ、ちょっと違うんですよ。イフですよ、イフ。
もしもっていうね、もしもっていう夢の話です。なんだそれはと言うと言う人ね、言うと思うんですけど、もしこの世がね夢だったらっていうね、ちょっと怪しいというかスピリチュアルというか、なんかそういう感じのね、話内容になっちゃうんですけど、いやこの考え方ね結構ね、ありなんですよ、はい、まあ、あれですよ、どういう風に捉えるかなんですけども、もしですよ、はい、もしこの世がね、夢だったとしたらですよ、私たちはねこう現実だと思ってね生きてるわけじゃないですかだって寒いって感覚ありますもんね。だから夢じゃないですよね。寝てる時に見てる夢の延長じゃないっていうのはわかるじゃないですか、はあ、でもですよ、この現実ってね本当かどうかなんかわかんないじゃないですか。そういう捉え方するっていうことですよ。もしっていうことですよ。もし今ね自分がねこう生きてるこのヨガでね、もうそのものが全部がですよ、全部が夢だったとしたらどうしますかっていうことなんですよ。これこの考え方ね結構ね面白いですよ本当に。まあ、これここでねこう瞑想っていうか迷路に入っていくような感じでね、おかしな方向に行ってしまったらダメなんですけど、もう軽くね、考えていく感じでいいと思うんですけど、もしこの世がね夢の世界だったらって考えると皆さんどうしますかってことなんですよ。はい、どうしますか元気ですかみたいなね言い方になっちゃいましたけど、もしねこの世が夢だったとしたら好きなことをやった方が良くないですか。だって夢なんですよ、はい、思うようにやっていった方が良くないですか、はい、夢の世界でねなんかやりたくないことやったりとか、まあ、会話でもそうですよ。会話、夢の世界でせっかくね夢なんですからいい話したいじゃないですか、はい、そう思いません？なんかだって夢なんですよ。もう思うようにできるわけじゃないですか。超楽しいじゃないですか、はあ、じゃあねなんかこう、例えば、誰かのねこう陰口じゃないですけど、そんな話をしてねせっかくのね自由な夢ですよ。何でもできちゃうそんな夢のね時間っていうのを、もったいなくね使う必要ないじゃないですかいやそうやって捉えてみるっていうのも面白いんですよ、はい、いや私ねそこのとこね深掘りはしてませんけど、たまにねそういう考えしますよ、ふとした時に、はい、あれと、いやもしこの世がこれ現実じゃなくて自分がね見てる夢の中で生きてるんだったらどうしようかなって思うんですよ、そしたらねもう面白いこと考えた方が得じゃないですか。今からこうなるとかね明日はこうなるみたいなとかね展開はこうやってなっていくんだってね自分でねこのストーリーを考えていくわけですよ。展開をめっちゃ楽しいですよ。だって夢なんですもん。いいじゃないですか何考えたって。人をねこう傷つけることとかそうやって考えてそういう夢の構成はね良くないと思うんですけど、なんかこうなんて言うんです、まさにこう自分がね主人公ですよ。自分が主人公の夢、楽しい夢をねこう思い描くわけですよ、はい、だってもしですもんなんかそういうね、夢もしってやつですよ、はい、それをねこう考えるってねめっちゃいいですよ本当に、はい、だってそういう風に捉えていくとですね、
なんかこう、いや本当くだらない、まあ私いつもくだらない話ばっかりしますけど、なんて言うんです、なんかぐちぐち言ってみてもね、しょうがないじゃないですか。だってそんなね、ストーリー楽しくないですよ。まあ起承転結つけるためにね、あえてっていう意味だったらね、いいかもしれないですけど、ベースがね、なんかそういうなんか面白くない話ばっかりですね、だったらダメじゃないですか。はい。だってせっかくのもしもの自分の夢ですよ。はい。だったらこう思いっきりね、こう楽しいっていうか、なんかハッピーになれるね、夢見た方がいいじゃないですか。はい。その中で今自分は生きてるんだなみたいな感じになると、超面白いですよね。はい。だから一回ね、本当ねやってほしいんですよね。もしなんかねモヤモヤしてたかしてることとかねあったり、なんか、落ち込んでたりとかね、することがあったらですね、一回ね、もしっていうのをねやってほしいんですよ。もし夢だったら。いや本当楽しいですよ。なんかいろいろね考えるんですよ。はい。まあ、ちょっと子供っぽいかもしれないですけど、なんか家全部がねなんかお菓子でできてるとかですよ。そんなことね考えてもね面白いじゃないですか。これ実は食べれるんじゃないのとかね、ガラスは全部飴でできてるんじゃないのとか、そんなんでもいいんですよ簡単に。まあそれとか本当にこの本当にこの先ですよね、起こっていく展開ですよ。今ね私こう歩いてますけど、その角曲がったところからね誰かが出てきて、なんかすっごいいいことが起こるとかね。なんかそういうことをね、考える自分のこの自分だけのストーリーですよ。それをこういつもねこう考えていくとすごくね楽しくなってきますよ。はい。いや本当ねやってほしいですよ。面白いですもん。もしもですよ。もしもシリーズいいじゃないですか。みんなのねもしもシリーズ聞きたいですよね本当に。もうなんかその話で盛り上がりたいですよね。ということで今日はねちょっと夢の話をねしてみたんですけど、ぜひ夢、今日の夢はね、夢を思い描くとかね、寝てる時に見る夢とかっていう話じゃなくて、もしもシリーズですよ。もしもっていうね。はい。まあでも本当そういう風に、いや一度ね本当試してもらえるだけでもね、私本当嬉しいですよ。でみんなで本当にもしもシリーズ、もうどんなみんなねストーリーをね考えてね、これ構成ですよ、自分のね夢の構成してるのかっていうのをねこうなんか発表し合えたらね、めっちゃくちゃ面白いじゃないですか。いやーまあそんな感じです。はい。今日はね、あ、やばい、もう10、あ、やばいな、14分喋ってる。ごめんなさい、10分で、今日もね、10分で終わろうと思ってたんですけど、ダメでしたね。夢の話、構成がどうのっていうんだったら、この動画の構成もね、ちゃんとしろよっていうね、いっぱいにツッコミがぐさぐさぐさっと入ってきそうですけど、それはね、もうしばらくね、ご勘弁くださいという感じですよ。まあぼちぼちね慣れていきますので、しかし今日も寒いっす。もう手が痛いっす。朝日出てきましたよ。朝日いやーいいっすね。はい、ということで、今日はね、ここ浜甲子園で、仕事をねしていきたいなと
思います。はい、もう夕方までね、もうバリバリね、元気にバリバリ行っていきたいと思います。はい、それではね、またもうだら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 長くなってしまったのでね、ここでね締めていきたいと思います。それじゃあまた明日会えたら会いましょう。バイバイ。